1728年のサイクロープディアオア・アン・ユニバーサル・ディクショナリー・オブ・アーツ・アンド・サイエンシズにおける地理学、水路学、航海に関する氷水路学は、水の地史学的な特徴の地図、海図政策に関する学問。水深や、潮汐や水の流れ、海や川や、固定の地史学、形態学も含む。歴史的に水の流れを記録する目的は、 航海の安全性のためである。そのような記録には、難破船や暗礁、建造物、航行等、目標、不評、海岸の特徴などの位置や識別を含む。水路学は、水質や水門学が扱う広い分野は含まない。大規模な水路学は、国家や国際的な研究機関が正確な調査を通して、データを収集し、航海を目的とした海図や、 資料説明などを公開している。海洋学の科学は部分的には古典水路学の副産物である。重要なデータは互換性があるが、海洋水路学のデータは特に公開と公開の安全性に向けられたものである。海洋資源の調査や開発は主に水路学の応用であり、特に炭化水素の研究に重きが置かれている。水路学の調査は 潮汐や海流、物理海洋学の波の情報などを含む。それらは海底の調査、特に岩やさす、暗礁などの航海を妨害する危険に関する海の知識学に重きが置かれている。海底調査には効果的に怒りを使えるようにするため、海底の自然物の体積物も,もまた含まれる。海洋学とは異なり、水路学は海岸の特徴や自然物や 人工物など、航海の助けになることを含む。それゆえに、水路学の調査は、丘や山、光や塔など、船の位置を修正するのに助けになるものなど、海や海底の物理的な様相の正確な表現や位置を含む。水路は主に安全性の理由から、海図へのデータの表記方法に影響するような、慣習がある。例えば、 水路学の海図は航海の安全を表記するように設計されており、最低振動を主張したり、時折海底地形図に表記するような実際の海底の地視学を目立たなくさせる傾向にある。前者は船員が災難を回避するための手段である。後者は地形図のように実際の海底の一番良い表記法であり、科学的だったり、その他の目的に用いられる。 2003年から2005年の間から続く水路学の流行により多くの水路測量企業による徹底した観測によるデータベースや公開の必要に応じた安全な製品が作られこの差は縮まりつつあるこれは公開用解図のために収集されるデータが海底地形図にも使えるようにするため多様とな調査への興味と相まって行われてきた場所によっては 水路測量のデータは海底地形図を表すのに十分なデータが収集されているが、公開用海図は安全な公海のための深さの情報しか表しておらず、海底の正確な形を表したものであると考えるべきではない。公開用海図に記すために調査結果から選択される推進データは安全な公海のために選択されるため、最も浅いデータに偏る。例えば、 水深の浅い箇所に囲まれているために到達できない深い箇所は表記されないことがある。水深の違いを表すために色が塗られた箇所は実際の最も浅い深さが表記されるため地形図の投稿線とは等しくない。海底地形図は正確に海底の地形を描く。達成すべき制限の詳細はボディッチ S アメリカンプラクティカルナビゲーターのパート1に記して ある。安全な航海に影響を与える、もう一つの考えは、高解像度のソナーシステムによる、詳細な推進データだ。より深い場所では、得られる深度は、リード線により得られた、データだけだ。この方法では、手こぎボートや小船から、一定の間隔で重みをつけた釣り糸を落とし、深さを測る。これらの測量は、海難や産後礁などの危険がないことを保証しない。 しばしば、収集船の公開は、今日の GPS 公開の精度と一致しない。海図は得られる最良のデータを使い、警告の記録や伝承にある自然現象なども警告する。海図と海底地形図の調査は重要な点がいくつか異なる。特に最低深度に関して、前者は安全性が求められるのに対して、後者では地形学的な表記が求められる。歴史的に、これは、 促進エコーは最低深度に偏った設定のもと行われてきたことにもよるが、最近の海図の測定では、事実の後に適用された、航海の安全性に調整された最良の測定により行われている。軽流の水路学は、川床や流量、水質、周辺の陸の情報を含む、流域や内的な水路学は川や飲料水に特別な注意を払っている。 収集されたデータが公開のためではなく、科学的な使用をされる場合、一般的に水門学と呼ばれる。水路学の始まりは、個々の水夫が図面やメモのような形で改造を作ったところにある。これらは商業的、軍事的優位のために使われたため、非公開な私有財産だった。最終的には、海軍のような組織が個人的な知識を集め、メンバーに反布した。 次の段階ではメンバーが積極的に情報を収集した。そして収集や出版や解図や公開指針に組み込まれる水路学の貢献のための組織が生まれることとなった。歴史的に興味深い関係はジェームズ・マクニールホイッスラーによるもの。民間と米海軍の水路学の研究組織といった地図制作者としての仕事の間に彼の芸術的な才能が 海図の美しい海岸の外形に現れている。これらは船員に上陸や入港方法の識別を助けるために設計された版画だった。彼の水路学の仕事に関する説明はこのサイトで見ることができる。もともと水路測量は新しい海を航海した船によって行われた。船が増え、技術がより専門、複雑化し、水路測量は権利として行われるようになり、 政府や測量会社に委託されることが多くなった。しかし技術が安くなり商業目的の調査は需要が見込めなくなった。ティムサーブのような測量プロジェクトの発達を見ることができる。多くの国で水路測量は専門化された測量会社により行われている。国際的な測量は国際水路機関の責任である。英国水路部は最も古いものの一つで、 世界中で尊敬されており、他の国や同盟国の軍事組織、民間に広範な改造を提供している。アメリカでは1807年からアメリカ合衆国商務省のアメリカ海洋大気庁の沿岸調査が行われている。ありがとうございます。